人の身長低いランキング5位から1位を紹介していきます。5位、樋口一葉。埋もれ際出世作となり、文学界同人との交流を得た樋口一葉の身長は143cm。 4位、山形正景。戦国最強と謳われた武田軍赤備えの騎馬軍団を率いた武将の山形正景の身長は140cm。 3位、徳川家継。史上最年少で任官し、また史上最年少で死去した征夷大将軍の徳川家継の身長は 135cm。 2位、豊臣秀吉。安土桃山時代の日本の武将で近世封建社会の基礎を築いた豊臣秀吉の身長は 127cm。 1位、赤松光雄。両国播磨に帰り追討軍に攻められて自害した赤松光雄の身長は120cm。